今日は近くの花屋さんに行ってます。いろ花っていう花屋さんですね。ここでドライフラワーを注文したんですけども、それができてるということで今取りに行ってるところです。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。で、結構ですね、こんな感じで観葉植物とかも置いてますね。で、今、まあ、人気のあるビカクシダとか、あとウスネオイリスですね。この辺も結構人気がありますね。で、ここのエリアはドライですね。ドライフラワーとかちょっと素敵なお店です。雰囲気がありますね。ミックスナッツ。ミックスナッツ、はい。10種類でいろんな物が詰まって入ってくる。ブリーチしてますね。ああ、なるほど。で、ここがアジサイ。これアジサイ。はい。アジサイのプリザーブ。ルデンスティックとか。ルデンスティック。あと何ね。クラスペリー。クラスペリー。うん。フランス。ティーガン。で、綿の木で、アジサイの違って白で、これカスミソウの白です、ね。プリザーブとかで、これ最後がスターリンジャー。大体これで80センチぐらい。そうですね。先っぽがこんな感じで、で、追加でこのスネオイです。結構長いですよね。これが2000円で置いてました。なのでちょっとこれを追加で入れてみようかなと思います。さて、家に戻ってきました。こんな感じの袋に入れてくれました。ドライフラワーっていうのは結構ね、デリケートなんですよね。ちょっとのこう衝撃とかこう触ったりするとパラパラっとこう崩れたりするのもあるので、慎重にこう扱わなきゃいけないので、大きめの袋にこうふんわり入れてくれましたね。最初はドライフラワーのね、こう素枠だけ買おうとしてたんですけども、これをね実際作ってた現場を見てしまって衝動買いをしてしまいました。結構ね可愛いですよね。一個一個こういう風にいろんな種類のドライフラワーとかプリザーブドがこう針金にね巻きつけてあって、これを吊るすというタイプですね。で、うちにはねこの吊り下げタイプのシェードランプがありますので、ここにねフックをつけたんですよ。こんな感じのフックがねホームセンターとかで売ってるんですよね。で、このフックをレールに2本取り付けてますので、ここのフックにさっきのねドライフラワーのハンギングタイプを吊り下げると、このアイアンとねウッドで統一したこのうちのインテリアがなんか一気にガーリーな感じになりそうですよね。ちょっと楽しみですね。若干ね部屋のインテリアのコンセプトを見失いかけてますけど、まあ大丈夫でしょう。先っぽがねこんな感じで引っ掛けやすいようにこうリング状になってるんで、まあこれだったらねフックでも画鋲でも、まあ、カーテンレールでも簡単に引っ掛けることができますよね。じゃあちょっと実際に引っ掛けていきましょう。いいですね。実際ね、これを引っ掛けるときにはちょっとね、高所作業になるので気をつけてくださいね。うちはね、こうテーブルしかないので、テーブルに乗って慎重に引っ掛けていきます。もう簡単ね、ここでリング状のところを引っ掛けるだけなので、簡単にこういうふうにね、できます。どう？いいですね。いや、めちゃめちゃなんか可愛らしくなった。ちょっと別のアングルから見てみます。
この上からねリング状のところでフックを引っ掛けて、でこんな感じでこのシェードランプともなかなか合ってるんじゃないかな。もうこっちから見てもなかなかいい感じですね。一気にこう緑だけのうちがですね、こういう色が入ることによってなかなかおしゃれに変わりましたね。ちなみにさっきのねドライフラワーの引っ掛けるタイプなんですけれども、プリザーブドフラワーとドライフラワー両方とも入ってますので、この状態で1年ぐらいは十分持ってくれるんじゃないかなと思います。ドライフラワーの場合は徐々にね色が落ちてくるかもしれないんですけれども、まあそれもねまた味があっていいんじゃないかなと思います。ただちょっと気をつけなきゃいけないのは、やっぱりね花がね小さいモフモフがあるような花なんかはあんまりこう触らないようにしないと、すぐねカサカサっとこう壊れて落ちてきちゃったりするので、一回吊るしたらですねそのまま静かに置いておくっていうことが大事ですね。特にねこういう小さい花なんかはですね、風でねパラパラっとこう落ちてきそうで怖いところではありますよね。いやでもいいですね。さてじゃあ今回のメインを飾っていきたいと思います。これが作ってもらったドライフラワーのスワッグですね。でこっちが、まあ、買う予定ではなかったんですけれども、エアプランツ、まあ、チランジアの薄ネオイデスですね。こんなにボリュームがあるんですよ。こうモフモフが超気持ちいい。葉っぱが太い太葉タイプのものですね。こうシルバーでねトリコームがすごく際立ってて綺麗ですね。そしてスワッグなんですけど、作ってもらったのがこれですね。まあ、コンセプトっていうかお店の人に伝えたのは、もう部屋の雰囲気をね写真に撮って、でこんな感じの部屋なんですっていうことを言ったら、色味を抑えた感じのスワッグを作ってくれた感じですね。やっぱりね一番入れたかった花っていうのがあって、これですね、ワイルドフラワーのバンクシアですね。これめちゃくちゃ面白くて、葉っぱがねこんな感じでギザギザなんですよ。ここね葉っぱが、でこれが花なんですけど、ちょっとねモフモフっとした感じの手触りで、でユーカリとかあって、いろいろ色味を抑えた感じでちょっとかっこいいスワッグを作ってもらいました。このバンクシアの他にもちょっと気になってたのはプロテアとかですね、あとピンクッションとかも気になってはいたんですが、まあ、結構ねいろいろ入れちゃうと値段もね高くなってしまうので、まあ、今回はねこのバンクシアを中心にスワッグを作ってもらった感じですね。このイロハナのリボンも可愛いですよね。お店のね人も言ってたんですけど、一度買うとねもっと欲しくなるみたいで、どん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 お客さんもねリピートしていくみたいです。このドライフラワーの沼に入らないように気をつけないといけないですね。では実際に流木の枕木ハンギングのところに吊るしていきたいと思います。ここの真ん中に吊るしていきたいなと思います。結構ねドライフラワーもデリケートなので、こうゆっくりね持ち上げて、そして吊るすと、こんな感じに。どうですかね、なかなかいいですね。こう真ん中にねドーンとこのドライフラワーのスワッグがあると迫力があっていい感じだと思います。次はねこの全く買う予定ではなかった薄ネオイデスなんですけど、まあ、安くてねいいものがあれば欲しいなと思っていたんで、まあ、ついつい買っちゃったんですけどね。おー、なんか気持ちいいですね。でネットでねいろいろ見てると、ボリュームが写真と全然違ったとか、色がねこんな色じゃなくて茶色かったとか、まあ、トラブルもね結構あるようなんですよ。でネットで買おうかなどうしようかなって迷ってたんですけれども、でたまたまいろはなさんに行ってみたら、かなりね長くてボリュームのあるこの薄ネオイデスがね入り口に飾ってあったので、ついつい購入しちゃいました。この太葉の薄ネオイデスめちゃくちゃ綺麗ですよね。トリコームがねすごくまだまだしっかりあってですね、銀色を保ってる感じですね。下からこんな感じでモフモフとこう触ると気持ちいいんですよ。さあこれはどこにかけようかな。で先っぽがこんな感じで針金がついてるので、自由にこう曲げてどこでも引っ掛けるようなタイプになってますね。まあ普通にバランス的に見たらね、この真ん中ぐらいがちょうどいいかなと思うんですよね。こんな感じでどうですかね。ドライフラワー、今回買ったスワッグのドライフラワーとエアプランツの薄ネオイデスですね。で流木を枕木ハンギングで壁に吊るしてますんで、まあ、こんな感じになりました。いやいいんじゃないですかね。
こう壁がね何もなかったので一気にこれで華やかになりましたね。まあ、ちょっとテレビが邪魔な気がしてくるんですけれども、まあ、部屋の雰囲気はねかなりグッと良くなったと思います。で最初に買ったこの左側のねドラスナーコンシーネの龍、もう一緒に見るといい感じですね。まあ、こんな感じでちょこちょことね植物とかドライフラワーが増えていってますが、これがね店員さんが言ってた一度買い始めるとどんどん次へ次へといっちゃう沼状態になるっていうことですよね。今回買ったドライフラワーのスワッグもね結構いいお値段はするので、そんなにねポン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 は買えないんですけれども、また機会があったらぜひねいろはなさんに行ってみて購入してみたいと思います。今回の動画良かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。